すいません。10分ちょっと時間もらっていいですか。ちょっとまだね、体が起きないです。胸クソ悪いお知らせしていいですか。ちょっと胸クソ悪いですけども、先日1件だった、医療機関に対する、本当に爆殺予告がなんとですね、今延べ、15件、はい、増えております。はい、今迅速に対応していて、少しですね、時間がかかっております、本当に。はい、いや、同一犯だと思いますよ、本当に。本当かどうか分かんないですけど、さもなくば、100万円、この口座に支払えみたいな、形なんですね。で、でもその口座、一応調べてみたら、ちゃんとした口座で、札幌にいる何々くんなんですよね。多分でも、ダミーなんだろうな。多分ダミーだろうけど、一応相談、ちょっと今日対応ができないってことなんで、ちょっと明日以降、また相談するんですけど、ちょっと今日は、そんなとこっすね。配信よりそっちの方優先して、どうしても今日はちょっともね、対応できないってことだったんで、はい。いや、本当ですよ、本当に。それ海外で VPN して TOR 使ってからガチで捕まえられて、でもこれ問題だよな、これ問題だよな、ほんと。これどうすればいいの、これダークウェブってやつか、これが。特に医療施設なんてさ、正直ね、わかんない。これでも見た感じ、嫌がらせにかなり近いなと。その、本気で爆殺するかどうかは、本当でもわかんないですけど、ただ、病院とかのさ、事務の人なんてさ、そういうインターネットの配信とか見てるような人たちじゃないから、絶対怖いと思うんだよね、そんなの来たら。こいつ大丈夫ですか、 こいついいですか、ちょっととりあえず。ちょっと冗談に聞こえないんでいいですか、これ、皆さん承認が必要。いいっすよね、これ。いや、泳がすか。お前、あれだな、俺が爆殺したっていうのを肯定して、早く自首しろよ、迷惑だろって言ったやつな。OK! わかった。OK! 切れそう。消さない。今ならまだ間に合う。消したら俺のその怒りが風化しちゃうから、お前に対する。とんちゃんが何か手間かけですよね。警察にはもう言ってます。ただちょっとね、ちゃんとした対応が今日できないっていうから、ちょっと明日以降になっちゃうってわけ。これちなみにね、若干ね、やっぱ、いいや、ちょっといいや、いいや、いいっす。警察の話はいいです。はい。弁護士雇ったら、もう、雇ってんだってば、もう。大丈夫。そうだな。これあれか。そうだな。もうね、動いてます。大丈夫です。これ一番ね、ムカつくのが、こんなひどいことされて、お前動いてないのって見られてるのが、マジで、もう心配してくれてるんだけど、ちょっと腹立ちます。そんな段階じゃないです。マジで、本当に。さすがにね。さすがに。でも、心配してくれててもありがとうとは言わせていただきます。はい。ね、まあ、俺も5チャンネルで誹謗中傷したら開示されてそうだな。
そうだな。そういう時代になりました、本当に。大学の時、爆破予告で休校になったんだけど、エフランがうるせえっつって大学が炎上したわ。大学側が言ったの、それって。 エフランだからな、んなことでなんかガタガタ言うんじゃねえみたいってこと、それで、お、ちょっと認識したんだけど。いやー、まあね、ほんと、そんなでしたね。いやー、ストレスなのかわかんないですけど、ごめんね、これ話変わっちゃう、ポケモンの話します。ねえ、ケプラと、色目がいなくなってしまったせいなのか、俺ね、結構割と、寝つけは早い方なんですけど、寝て、1時間おきに起きました。はい。なんか、起きては寝て、起きては寝てを、はい。ラジオ体操はでもしました。はい。ラジオ体操しました。ちゃんと16時ぐらいにしました。はい。いまだに好きなのはこの音楽。リンゴ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 が好きですね。はい。最近10日間ぐらいかな、1週間ぐらいかラジオ体操やってるんですけど、気づいたことがあるんですけども、最初にやるこれあるじゃないですか、これラジオ体操の、あれ実はかかととかかとつけないといけないのって知ってました？あれ俺ずっと足開いてやってたんですよ。楽なんですよね。かかととかかとをくっつけて自分の支持基底面を小さくするんですよ。そうすると結構この手の揺れに対して体がバランス取らないといけないんで、いわゆる足を開いた状態で電車で揺れてるのと、足を閉じた状態で電車で揺られてるので全然違うじゃないですか。あ、意外にこれバランス使うんだなっていうね。感じでしたね。そう、三鎮ってんだよ。それはな、どっぽな、それな。興味ねえから早くしろ。ちょっと待っててくれよ。あと1、2分ぐらいさ。少しさ。爆破予告された側のにネットでエフラン風情が爆破予告程度で騒ぐなって、被害者なのに叩かれた。あ、なるほどね。なるほどね。まあ、今はそういうふうには思わないでしょう。昔はなんかそういうふうに、インターネットでちょっと疲れただけで、インターネット厳しかったですからね、今ね、昔は。さあ、じゃあ行きますか。みんな知ってるか分かんないけど、この問題、布団ってだけで、ね、他の配信者も現在同じような被害になってます。なんか、らしいっすね。どうやら。これ、いろんな配信者のアドレスを使って、または、なんか、Pixiv とかの、なんか、イラストする絵師たちのアドレスとかも使って、俺だけがターゲットにされてるわけじゃないらしいっすね。なんか、どうやら。そう。ワンチャンね、ちょっと海外な匂いもすごいするんだよね。めちゃくちゃ。すごくね、海外な感じがする。って思いました。TikToker もやられてんだ。あ、そうなんだ。いやー、マジで、本当何よりも、医療機関の人たちが、まあ、本当混乱してないかが、本当に、もうかわいそうに感じます、本当。